はい、皆さんこんばんは。こんばんは、お久しぶりです。いみしのチャンネル第11弾です。ね、早いですね、11ね、この間10段目を迎えて、ね、あっという間に112桁になりました。お盆です。お盆です。急、ね、お盆だもん。そうだね。これはもう3桁まですぐ行っちゃいますね。行くかな。すぐ行っちゃう、すぐ行っちゃう。なに、それまで頑張って。大事だよ、そんな。すぐ避けていっちゃうよ。本当かな。はい、では、11段なんですが、今日はですね、はい、アニソンです。アニソン、はい、何ですか、サザエさんですか。違う、なんで日曜日だしね。お魚加えた。お魚加えた、ちょっと待って。今日はルパン三世をお届けしたいなと思います。いいです、ね、とても。いや、今日は藤子ちゃんなんですね。え、藤子ちゃん。君はルパンできない。モノマネできない。はい、ちょっとね、大人っぽい感じで ね、はい、お届けします。スイングで、はい、ブラシから歌うっていうのをやってみたいと思います。さあ、できるか。So here comes Blind Old Man, and he has class and quite a style. All of his own, they all know him as Lupin the Third. He walks a line, one fine line.So danger line, he'll be just fine. He's here today, but gone tomorrow. He looked by the south. Oh, he's like his feet, one roller coaster.ちょっとやってみて、皆さん。なかなかできないよ。まあ、うまくできない。難しいよ。ね、うん、ちょっと毎回何かチャレンジしようと思って。うん、よかったよかった。はい、ね、やってみましたよ、今日。ブラシと歌。ねはい。ルパン三世でした。ルパン三世でした。そのうち、ね、また他のアニソンね。アニソンも、いっぱいね。うん、魔法使いサリーがやってほしいんですけど。なんで好きなんです。なんでサリーちゃん難しくない。まあ、うん、でも好きなの、ちょっと考えてみましょうね。うん、そうですね、はい。じゃあちょっとサリーちゃんっぽい感じ。なんかそのアニメのリクエストあれば皆さんお寄せください。はい。とんでもないの持ってこないと困るけど。うん、ね、はい、ってことで、11段は、ルパン
3種をお届けしてみました。あ、うん、じゃあね、バイバイ、バイバイ、ありがとうございました、ありがとうございました。